少年たちばかりか、女性の間でも空手は世界的ブームの中にある。女性の場合でもその稽古に大差はない。しかしどちらかといえば、護身術的な意味合いに重きが置かれているのも事実である。とはいえ、3級以上の実力を持つ女性でも大の男を一撃で失神させる威力は十分秘めている。中学校に通う15歳の少女、マーシー・ガルシア。彼女にとって空手とは全く欠かすことのできない青春の活力源とでも言えそうである。空手道に専念するガルシアに両親の目も温かい。講談社ぞろいの男性たちの中に混じって、ただ一人の女性として猛特訓を受けたガルシア。彼女は訓練の最中は全く女性としての意識はないという。とはいえ、日本人形が大好きという少女らしい愛らしさも持っている。